はい、こんばんは、山城と申します。もうすっかりね、このね、よもやま雑談で、ね、お届けしてますけどね、この、スマホで撮るの楽ですね。もうね、先週もせんとそのまま上げれますからね、めっちゃ楽なんでね、ポチポチやっていこうと思いますよ。ということでね、今回はね、まあ、ね、それでやるわけですか、お手軽企画ですよ。なんかね、おとろくんのが届いてたんですよ。なんだろうなと思ったらね、猫ポスが届いてたんですよね。まあね、猫ポス、まあ、ヤマトさんの商品ですけどね。まあ、当然、クリームさんはヤマトさんじゃありません。どこから届いたのかなと思ったらですね、ここなんですね、なんとね、やっぱ画質がちょっと、これね、ちょっと古い、スマホ使ってますね。7年ぐらい前のスマホ使ってますからね。オリエンタルさんのガッチリプレゼント係さんってね、届いてるんですね。あ、カメラこっちか。ちょっと一回言おうかな。ちょっと光源足りなさすぎるか。ね、ということでね、こんな感じでね、届いてますよ。ガッチリプレゼント係さんか。ということでね、オリエンタルさん、ごめんね、オリエンタルさんって言って分かりますかね。今、多分4日、カレーですね。カレーなんですけど、カレーって皆さん誰に食べますか？まあ、有名なところだったらハウスのバーモントカレーとか、で、SB のジャワカレー、ジャワカレーはハウスか。SB もありますよね。SB、SB とかハウスとかいろいろもありますけど、実はですね、なんか最初にインスタントカレー、なんか作ったのが、この、オリエンタルさんってところで、実は私オリエンタルさんのカレー好きなんですよ。カレールーじゃなくてカレーの粉なんですよね。粉タイプなんで、そのダマになりやすいとかはあるんですけど、小分けで、一人暮らしなんでね、一人分作るときとかにね、便利ですし、あとは、レトルトね、レトルトもありますのでね、レトルトも好きなんでよく食べるわけなんですよ。で、そうするとね、実はね、このね、オリエンタルさんっていうのはね、オリエンタルさんのマーク、オリエンタル坊やでしたっけ、ね、マークがあって、そのマークを3枚集めると、いろんなキャンペーンに応募できます。もうね、常時開催、毎月開催で、もう常に開催してるキャンペーンがあるんですけど、ガッチリプレゼントキャンペーンですね。っていうキャンペーンがあって、ここにも書いてありますけど、ちょっと無やかな。で、ということで、ガッチリプレゼントキャンペーンのね、商品、景品が届いたんですね。これありがたいことで、結構ね、忘れた頃にやってくるんですけどね。なんで、せっかくなんで、今回何が当たったかなってのでね、見てみたいと思います。ちなみにね、今回大きいじゃないですか。まあ、大きい場合はですね、どうかな。何回も応募してます。私、カレーが好きなんで、作っては、切ってね、ポチポチ応募して、結構ね、これね、送ってくれるんですよ。で、一番、特徴が金のスプーンっていうね、なんか純金メキシオのスプーンだったかな、が送られてくると、それもね、届いたことはありますけどね、他にもね、フォークとかね、ティースプーンが届いたこともありましたね。とかね、いろいろと届くんですけど、さあ、今回は何かなというとね、大体ね、その場合ね、大体もう商品がちっちゃいでね、今回はスプーン来たんちゃうのってわかるんですけどね、まあ実はね、今回の場合ね、多分そうじゃないんじゃないかなっていうね、大きさなんですよね。まあ、この大きさだと何なのかっていうことで、ね、ちょっと回復してみようと思います。予想はね、レトルトの商品かなっていうところなんですけどね。この厚さ。ね、大体レトルトカレーのね、厚さと一緒じゃないですか。オリエンタルカレーのレトルトも、ボンカレーとかね、あのあたりと同じような感じですから。大きさは。ってことね、あげてみようと思いますよ。さあ、何かな、何の商品が入ってるかはね、わからないですよ。それがいつも楽しみでね。よいしょ。そう。今回は何かな？お！あ、珍しい！お、珍しい。俺初めてだ、このパターン。へぇー。今回、入ってたのが、オリエンタルのマース林ですね。へぇー、俺この商品見たことねえや。林ライスの粉のやつは売ってるんですよね。林ドビーって言ってね、緑色のやつでね。三重県だとなかなか売ってるところないかな、言うとね、愛知県に行くと多いです。稲沢のあたりとかに行ったらね、稲沢の平和堂、平和堂にごめんなかったらごめんなさい。稲沢の平和町のね、平和堂とか、あっちとか、一宮とか稲沢の方行くと結構やっぱオリエンタルさんの取り扱いが多いんで、よく見かけた気がするんですけど、でもこれも見たことないですね。へこなるんだ。オリエンタルマースハヤチってあるんですね。マースカレーの方はよく食べてます。マースカレーどんなのかなと、ちょうど出ましたね。これですね。オリエンタルマースカレー。
これね、これもう、いかにも昭和な感じやね、プリントしてますけどね。これはね、ごめんなさい、食べたことないので全くわからないですけど、これはね、面白くてね、これ中開けるとね、粉が入っとって、カレーの粉が入ってるんですよ。ルー、これなんかルー、ちょうどルーの入ってるやつみたいじゃないですか。なんですけど、これ実はルーが入ってるわけじゃなくて、中に粉が入っておって、その横にね、マースチャツネって、チャツネが入ってるんですよね。それでね、それを入れるとね、ちょっとね、また独特のね、風味が出てね、これぞオリエンタルカレーってなるわけなんですね。まあ実際にちょっと開けてみましょうか。ね。せっかく、送っていただきました。あ、ちなみに、結構賞味期限ムラムラありませんね、こっちも。21年ってなってるから、まあまあ、レトロ食品ですから、そうですよね。でもまあ、いいでしょう。じゃあ、食べちゃいけないです。中身ね、そんな感じなんですよ。これね、オリエンタルカレーって言ったら、袋で売っとるやつが多分よく見かけると思うんですよね。中開けた方がわかりやすいかな。あ、開いてますね。さあ。よいしょ。出ました。これがね、チャツネの方先に出ましたけどね。これがね、入れるとね、またね、味が変わっていいんですよ。でね、そうそうそう、こんな感じでね。うん。これは見せていいのかな。こんな感じでね、入ってるわけですよ。こんな感じで粉が入ってて。で、これが、普通の、オリエンタルカレーだったら、ね、中身が見えないようになってます。中身の見えない、ルーの色が見えないんですけど、これちょうど、ルーが見えるやつだから、紹介するのにちょうどよかった。こんな感じでね、粉カレーなんですよ。なんでね、ルーと違ってね、小分けで使えるんですよ。なんですげえ助かるんですよ、一人暮らしの場合は。ね、どうしても、ルーのやつだと、ルーを作っちゃうじゃないですか。まあね、言ってもまあ、大体作っちゃうって使っちゃいますけど。なんでね、この粉カレーで、ね、封しとけばね、ちょろ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 作って食べれますんで。うん、ということでね、またね、カレーを食べて。で、このね、マウスボーヤを、こういう感じでね、はがきがついてるんですよね。ガッキープレゼントキャンペーン。こんなはがきがついてるんで、これで送って、裏に3枚に貼るところがあるんですよ。それで貼って応募するといいんですけど、今びっくりした。なんとこれ、私もまだ2枚目ですけど、当たり券でしたね。これね、当たり券で応募するとね、またこれ送ってもらえるんですよ。まあ、でも、どうなんでしょうね。いいんですか?もちろん、どんどん、これからも食べますんで、当選させていただきたいところではございますが、ね、当たったやつの景品のやつの中に入っとってるやつで応募しても大丈夫ですかね、まあ、せっかく当たったんで応募させてもらいますけど、で、当然美味しくいただきますんで、ってことでね、こんなことあるんや。びっくりした。ってことでね、まあ、で、ね、同じように多分こっちにも応募券が入ってると思いますんで、うん。まあ、もうどうせ多分明日にでも食うと思うんで、開けときましょうか。レトルトの方がね、ちなみにこれね、特徴って言うとったら、このゴールドスプーンっていう、ごめんなさい。これの、オリエンタル坊やのね、で、やってて、これがね、特徴の金のスプーンっていうのでね、これ当たったのはあるんですけど、すいません、結構普段使いしとったもんでね、結構ね、今ね、もう色がね、ちょっと変わっちゃってね、変色しちゃったもんで、うん。だいぶとずっと使っとるもんで。これとね、ココイチのね、スプーンはね、やっぱり、ね、カレー食べるときにね、いいんですよね。そうそうそう。でね、さ、このね、オリエンタルマウスハヤシの方もね、試してちょっと開けてみましょうか。開封動画ですね。思えばね、私実は一番最初に撮った動画、開封動画なんですよね。バイス・シュバルツの。うん。で、こんな感じでね、実はオリエンタルは面白くて、ルーのパウチの方には、もうオリエンタルと、これね、全く共通のデザインで、こういうデザインの、ちょっとわかりにくいかもしれませんけど、オリエンタルって書いてあるね。もうね、どのレトルトでもこの入れ物なんです。入れ物は変わらなくて、で、読めるかなぁ。こんな感じでね、マース林って書いてあるのわかりますか、ここに書いてあるの。こんな感じで商品名を分けてやってやる。なんて言ったらいいのかな、感覚で言うか、モスバーガータイプ。他のね、レトルト業者さんがこういうところにラッピングする、ラッピングとかしてね、
中辛とかも全部書いてある、なんていうの、マクドナルドタイプ、マクドナルドの紙袋ってさ、その商品ごとに違うじゃないですか。ハンバーガーとかチーズバーガーとかダブルエッグチーズバーガーとかでも全部フレオフィッシュやったらね、フレオフィッシュのようなものとかってありますけど、そうじゃなくてモスバーガーって買うと、あの袋全部一緒じゃないですか。外の巻き紙一緒で、シールでチーズバーガーとかハンバーガーとかわけじゃないですか。そんな感じのイメージなんでしょうね。うん、そんな感じかな。うん、でいうので、でこれもね、やっぱし中開けるとね、こんな感じで、これは普通の応募券でした。さすがにね、2枚当たったら、さすがに私も申し訳なくなると思いますよ。うん。ね、こんな感じで、まあ、いろいろと書くところがあって、裏側のところに、ね、こんな感じで、貼るところがあって、ここにね、貼ると、3枚ね、このオリエンタルボードのマーク。これね、すべてオリエンタル様の商品、一部商品除くやったかな。ね、ギャバとか、あの、缶ジュースのね、それ、缶詰ね、貼るわけにいきませんからね。とかね、あとは業務用ね、とか、ちょっと最終回だっただ、んだと思います。ここには、特にちょっと書いてないな、ちょっとわかりませんけど、まあ、こんな感じでね、まあ、いろんなね、商品当たりますよというのでね、今回私、で、ね、まあこんな感じで応募券を使って、あの買ったらね、商品買ったら、あのオリエンタルの100円のやつは、あの、ついてないですけど、あの100円のやつでも、100円って言ったらよくないか、103円ぐらいで今売ってるかな、あの、袋で、ね、単品で売ってるやつには、ちょっと、あの、これね、あの、外箱がないタイプのやつにはね、ついてないんですけど、郵便はがきでも送れますし、詳細は、オリエンタル様のホームページ見てもらったら載ってます。で、まあ、他の商品ね、まあ、レトルトでもね、1個ぐらい買ってみてですね、そうすると大体こういうの入ってますんで、ここにね、貼ってもらったら、ね、貼ってもらって、裏に必要事項を記入いただいたら、これをね、プレゼントとかね、いろいろと、一応抽選ですけどね、まあ、何やかんや、あ、わかりました。これでね、いきなしね、数万通とかね、応募が入ったら、また変わるかもしれませんけど、ね、まあ結構ね、よく届いてくれますんで、うん。っていう感じでね、でもしこれね、当たり券が出たらおめでとうございますってことでね、まあ、この場合はですね、お幸運のあなたにオリエンタルより、オリジナルプレゼントのうち一つをお送りさせていただきます。ということで、ね、これの場合はもうね、確定です。びっくりだ。ということでね、やった。またじゃあ、応募させてもらって、またちょっとね、オリエンタルカレーをね、食べながら、まあ、台風もね、気づかれてると思うんで、ね、対策なんかね、考えようかなと思っておりますよ。ということでですね、以上で本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。